これ男性のその不妊の問題として射精障害の問題が結構大きいということを指摘していまして、その射精障害の問題っていうのが主に遅老だっていうことで、その射精が遅いということですね。それがその間違ったマスターベーションによって起こるっていうことで問題にしています。こんにちは、ステラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星吉孝と申します。今日は不妊治療を含めて妊娠に関わって最近注目されているプレコンセプションケアというものについてお話ししたいと思います。以前の動画で日本泌尿器科学会というところを取材した時に、そのプレコンセプションケアについてのお話から、男性のプレコンセプションケアということで発表を簡単に紹介していたんですけれども、今回改めてそのプレコンセプションケアについて絞ってお話ししたいなというふうに思いました。これプレコンセプションケアっていうのは、これ特に男性の話ではなくて、これ男性も女性も関係することなんですけれども、2012年に世界保健機関 WHO が妊娠前の女性やカップルに医学的、行動学的、社会的な保険介入を行うということについてプレコンセプションケアということを定義づけてまして、妊娠を計画的にすることや栄養の問題であるとか肥満の問題であるとか薬物使用、アルコール、喫煙、そういうことについて啓発をして、健康的な妊娠をできるようにしようという、そういうのをプレコンセプションケアということで女性やカップルが妊娠前に気をつけるように求めるという活動なんですけれども、プライベートケアクリニック東京東京院の小堀義智院長によりますと、結構その男性でももっとプレコンセプションケアについて認識すべきだということで学会発表をしていました。小堀委員長は2021年の5月に厚生労働省の有識者会議で、特にその男性のプレコンセプションケアというのが認識されてない問題についてお話をしているほか、これ男性のその不妊の問題として射精障害の問題が結構大きいということを指摘していまして、その射精障害の問題っていうのが主に遅老だっていうことで、その射精が遅いということですね。それがその間違ったマスターベーションによって起こるっていうことで問題にしています。それなので、その医療機関で啓発するだけじゃなく、YouTube で啓発をしたり、他にもいろいろなメディアを使った方がいいんじゃないかということを言っていまして、そういうのもあって、私、YouTube でたまたま動画を日々送っておりますので、今回ですね、その男性の不妊について、ぜひ知っていただきたいということで、こちらで動画にすることにしました。実際ですね、これ射精に至らないっていう人がかなり多いっていうことのようです。2021年6月から11月に169人が射精障害で受診しているということでして、これだけ多くの人数が医療機関を利用しているということからすると、潜在的な患者がかなりいるんじゃないかということを説明していました。25歳から40歳の人が多いっていうことでして、その大きな原因としてマスターベーションのやり方が問題だっていうことをですね、精液を床にこすりつけるであるとか、かなり強い刺激を与えるっていう人がかなりいるらしくって、そのおかげで射精障害になっている人が多くいるという、そういうことです。小堀院長のそのプライベートケアクリニック東京の方では、そういう人に対して、そのリハビリのような形で、射精障害の問題を解決するということで取り組んでいるということでした。男性が射精しないということで悩んでいるカップルも結構多いということでして、小堀院長によると、男性に加えてカップルのカウンセリングもしているとのことで、射精をゴールにするのではなくて、挿入できていればセックスできているというふうに考えることが大切だっていうことを強調されています。で、小堀院長はそのマスターベーションを話すっていうことはタブー視されがちだけれども、実際それだけ射精障害で、治療のために悩んでる人が多いことからすると、
まあ、そこをタブー視せずに対策することが大切だということを説明されています。まあ、そういう問題があるんであれば対応をして解決していくことが大切ですし、まあ、そういう間違ったマスターベーションみたいなことについて、まあ、もともと啓発活動をするっていうことも、まあ、重要なことなのかなというふうに思われました。まあ、今日は先日の日本泌尿器科学会を踏まえまして、特に男性のプレコンセプションケアということでお話をしました。日々動画を上げておりますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また皆様の意見が参考になりますので、高評価低評価いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけましたら幸いです。またコメントもお寄せいただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画を継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。